急にゴリゴリのヤンキーでしょうね。実際こんななんで、いやすいませんみたいな、声ちっさみたいな。前作本当に大ヒットでしたけれども、それで何か変わったことってありますか？初めて共演する方にむちゃくちゃやんちゃなやつだと思われてるっていう。ああ、それは前までは素朴な少年少年っていう見られ方だったのが、急にゴリゴリのヤンキーでしょうね。実際こんななんで、いやすいませんみたいな、声ちっさみたいな。山田さんもそう感じます？そうですね、昔もやっぱ悪かったのみたいなことは言われることはありますね。アクションとか相手役でやってもらう時とかも、やべえ俺ドラケンと戦うのかって、なんかそわそわされてて。吉沢さんもそういう感じですか？そうですね、麻生長だったなっていう。違いますよ。映画では東京卍會崩壊の危機が描かれていますけれども、皆さんの身にも最近起こった危機ってありますか？危機を避けて生きてるよね。すごい。そうですね。まあでも我々は危機を避けなきゃいけない。立場では、いろんな危機を。あ、じゃあ次行きますか。あ、行きましょう。ごめんなさい。今困らせちゃった。今出てこない。今こんな3人いて出てこないんだ。